はい、今日は水で遊ぼう、かっこ宇宙編やりたいと思います。宇宙で水でどんな遊びができるか、ちょっと早速やっていきます。水がこの中入ってるんですけど、ストローから水をピョって出してみます。さあどうなるでしょう。散らばる？散らばらないんですね。やってみます。軽く出します。おー、うー、これをシュッ、はい、こんな感じで、もう一度作ってみて、なるべく大きい玉作ってますね。うわ恐ろしい。おお、やばいやばい、これはやばいやばい。顔見えますか、僕反対になってない？うん、いい感じ。うわかわいい。あ、風が、やばいやばいやばい。はい、一回ちょっと吸っていいですか。はい、タオルで一回包みます。うぃー、布には座れる、布には一瞬で座れる。次、ここにインクを用意してます。この水玉にこのインクを刺すと、僕も初めてやります。はい、おお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 。さらにここにまた違う色のインク、黄色を入れてみます。おお、かわいい。え、ビー玉みたいじゃない？うん、ビー玉になってきた。はい、ここにさらに青を入れてみます。おお、もっと大きいの作る？最後、うん、最後は青だけでちょっとやってみたいと思います。ちょっとどうしようもなくなってきちゃった。あ、ということで、水で遊んでみた宇宙編いかがでしたでしょうか。無重力だと不思議なことが起きるもんですね。どうかお子さんは真似をしないように気をつけてください。地上でやっても同じことは起きませんので、宇宙に来た時のみ今のチャレンジをどうぞ気をつけてやってください。